accommodated balance。はい、グラパックジャパン株式会社の開発本部本部長の渡辺様にインタビューさせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい、私どもはですね、厚紙印刷、特にパッケージを主体とした印刷会社です。まあ、はい、その中で画像をいろいろいじりますので、このようなご覧いただくような、あの特殊印刷に力を入れております。ちなみに今回の一押しは、はい、どちらになりますか。あの今回の展示会で初公開しますけれど、はい、このウェディス D というものです。これはですね、あの電源、無電源で、画像がスムースに動くという、でこれも階層があって 3D を伴ってスムースに動くと、これがあの一押しのものです。電源を伴わないというのが、ね、電源なしです。ですからこれで、まあ、人がこう動くときに画像もそれぞれ交互に動くというようなものが特徴となっていますね。ハルディディはあちらに飾ってありますけれども、はい、3D 印刷でパターンがどこから見ても 3D になります。あの今までの 3D というのは方向性を持ってまして、例えば横から見るとあの 3D 感がなくなるですけれども、これはどこから見ても 3D であの自然に見れるというのが特徴になっています、はい。こちらのブリオコート D ですけども、これは光のきらめきをですね反映するという商品になっておりまして、これはオンディマンドで、たった1枚から例えばロゴを入れたり、そういう表現ができる加工になっています。ですからウィンドウ張りとか、まあ、鏡に貼るとか、そういう使い方できらめきを、きらめき効果を出せるということになります。それぞれの会社がですね、あの商品の PR 訴求には大変苦労されていると思いますが、こういったあの特徴あるメディアを使うことによってですね、ビジネスがいろいろ広がる可能性があると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。グラパックジャパン株式会社の開発本部長、はい、渡辺さんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。